皆さんこんにちは電化株式会社です本日はの肥料の登録と知力増進法におけ使腐食産つ資材アズミンのご紹介をさせていただきのすアズミンのは肥料法における不の登録と肥料としての肥料の登録と知力の進法における不録と質資材の指定を知識の登録 ユニークな資材です保証成分として、くどが3%そして含有成分として腐食酸が約50%含まれているため少量で簡単に知力のもとである腐食酸が補給できます。アズミンの詳細については別動画で説明しておりますので。 そちらもご覧くださいアズミンはさまざまな作物にお使いいただけますが今回の動画では果樹向けの使い方についてご説明いたします果樹は永年作物のため土壌改良資材を表層にしか施肥できず仮想の土壌改良を十分に行えないことや堆肥を 多量に施用することが困難であるという問題点があります。さらに最近では養分型によって堆肥の施用自体が行えない果樹園も見受けられます。そのような果樹園での土づくりの問題をアズミンが解決します。ここからは具体的なアズミンの効果についてご説明させていただきます。 一般的に堆肥には約2%の腐食酸が含まれていると言われています。対してアズミンには腐食酸が約50%含まれているため堆肥1トン分の腐食をアズミン2袋で補給することができます。そのため堆肥を施用することが難しい傾斜地や養分型の果樹園でも 省力的に知力の元である腐食酸を補給できます果樹園のような後期しにくい補助では石灰や駆土を表層にしか散布できず下層までしっかりと酸性矯正や土壌改良を行うことが困難ですしかしアズミンを石灰質肥料や駆土肥料と同時施用することで アズミンに含まれる腐食酸と石灰やく土がキレーと化合物を生成し土壌中で分散浸透しやすくなるためしっかりと下層まで酸性矯正や土壌改良を行うことができます。グラフは未還元におけるアズミンとタンカルの同時表層積試験の結果になります。 アズミンに含まれる腐食酸のキレート効果によって石灰が深さ20から3 0センチメートルまでしっかりと分散浸透し仮想度の酸性が強制されていますまたアズミンの腐食酸には作物の根張りを良くする効果がありますアズミンは表層を摂取するだけで 表層はもちろん下層の再根量も増大させることができますさらにアズミンを継続的に施用することによってグラフのように腐食や保肥力が高まりますアズミンの継続施用で腐食がたくさん含まれるようになった土壌では図のように高温低温 乾燥、多湿等の不良環境下でも作物の生育、収量が安定します。ここからは果樹向けにアズミンを施用した事例をいくつかご紹介いたします。まず、桃の新食時に施用した事例です。施用方法等はご覧の通りとなります。グラフの通り、 アズミンクは監修受講新省庁ともに観光区に対して生育が勝りました実際の写真がこちらになります続きましてブドウに施用した事例です施用方法等はご覧の通りですアズミンクの方が 観光区と比べて生育旺盛で履かずも多くなっていました。また、アズミン区では再婚の量が増えていたことも確認されています。土壌診断を行ったところ、有効体リン酸、イオン交換容量とも、アズミン区の方で上昇していたことがわかりました。 続きまして、梨に施用した事例です。施用方法等はご覧の通りです。アズミンクの方が葉が大きく、色も濃くなっていました。また、大玉花の比率も高くなっていました。最後に、果樹向けのアズミンの施用方法についてご紹介いたします。まずは 表層施肥についてです。10R あたり40から1 0 0ラムを果樹園の表層に施肥します。元肥やお礼肥散布時などに、他の肥料や石灰資材と同時、もしくは混合散布することによって、より効果的にお使いいただけます。さらに、タコツボ施用では、 より大きな効果が期待できます。タコツボセヨウとは、穴を掘り、肥料と土を混合して、埋め戻す方法です。果樹の樹幹に2から4箇所、直径3 0トル深さ3 0トル程度の穴を掘り、掘り上げた土壌に、アズミンと他の肥料や、 石灰資材を混ぜて埋め戻すことによって効率よく木に養分を吸収させることができます。新植、開植時の施用は効果が高くおすすめです。上穴へ戻す土壌に2.5から 5kg ほど混合し、他の肥料や完熟堆肥と同時に施用します。 根の周辺にアズミンを施用することにより、根の活着を早め、地上部の生育も増進させることができます。以上で腐食産資材、アズミンの果樹向けの使い方についての説明を終わります。一度使用をご検討いただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。 またの機会にお会いしましょう。